天の川といて、在手座は、王道十二星座の一つで、トレミーの四十八星座の一つでもある。当時点や、銀河系の中心がこの星座の領域にある。比較的明るい星は、伊手の上半身に集中しており、下半身は四等星以下の暗い星ばかりである。その明るい星星である、ガンマ星、デルタ星、ラムダ星、ファイ星、シグマ星、タウ星、ゼータ星、イプシロン星をつないでできる星の、 並びを近年の英語圏ではティーポットと呼んでいる。デルタ性、ファイ性、ゼータ性、イプシロン性が胴体、ガンマ性、デルタ性、イプシロン性が次口、ガンマ性、デルタ性、ラムダ性,フ性、ファイ性がタ、ファイ性、シグマ性、タウ性、ゼータ性が取っ手になる。この場合、臭い二性、セイ、パイ性、ロウ一性がティースプーンになる。ティーポットの内前半部のガンマ性、デルタ性、 イプシロン製にイータ製を加えてできる紙片型は中国の28宿の第7宿組み宿である。アラビアではある n a アムアルオーレットと呼ばれ、天の川の水を飲みに来たダチョウと見られていた。後半部のラムダ製、ファイ製、シグマ製、タウ製、ゼータ製にミュウ製を加えるとマスを伏せた飛赦に見える。ここは28宿の第8宿と宿である。北斗に対して何とともいい。 なんと六世として知られている。英語圏でもミルクディッパーと呼ばれている。アラビアでは、ある NA、アムアルサディラと呼ばれ、天の川の水を飲んで帰っていくダチョウと見られていた。日本では、なんと六世のうち、マスにあたるファイセーシグマセータウセイゼータセイの4世を、ミボシと呼ぶ地方がある。イテザの方言も、参照、イテザの構成の一覧も参照イプシロン製。 シグマ星の二つの二等星がある。以下の構成には国際天文学連合によって正式な固有名が定められている。固有名がついていない星の中で有名な星としては以下の星がある。伊テザは銀河系の中心がある方向なので天の川の密度はこの付近が最も濃い。写真で見ると伊テザには赤色をした多くの星雲があることがわかる。また、 生断も多く見られる。いて、座の設定は古く、シュメール文明に起源を持つとするのが定説である。バビロニアのネブカドネザル一世時代のものとされる、教会石氷には、いてと、馬ならのサソリが合体し、さらに羽を生やしているサソリ人間として描かれている。アッシュール・バニパル時代には、パ・ビルサグと呼ばれ、半人半馬で、サソリのを持った姿で、ギルガメッシュの女児詩にも登場する。 ラテン語名の略譜は、かつては、サグ、SGR の二通りがあったが、1928年に、国際天文学連合によって、SGR が正式なものとされた。ところが最近になって、英語圏の銀河天文学の研究者の間で廃れた、はずのサグが復活している。いて、在承大円銀河は、サグデグと略記される。伊て座は、 アルテミスから狩猟を学んだケンパウロスである、ケイローンが弓を引く姿で親しまれている。ヘーラクレースが誤って放った毒矢が当たり、苦痛のためゼウスに死を願って聞き入れられ、彼の死を一旦で天に上げられて、星座となったとする話が定説となっている。ヘレニズム期の解釈で語った二世エラトステネスは、著書、カタステリスモイにおいて、この星座をケンパウロスと見る多数派とそうでない。 少数派がいると記している。ケンパウロスではないと主張する人たちの根拠として、ケンパウロス族は弓を使わないこと、星座の下半身が見えないことを挙げ、ケンパウロスではなく、サチュロスとしている。ニセエラトステネスは、アレキサンドリア派プレイヤード詩人の一人、そしてオスの伝える話として、このサチュロスを弓を発明したクロトスと同定し、ケンパウロス説を否定している。 クロトスは、ムーサイの乳母だったエウペイメイの息子である。クロトスがサチュロスなのは、ヒュギーヌスによれば、彼の父がパーンであるからだという。彼はしばしば、自分が発明した弓を持ち、馬に乗って、狩りに出かけたという。クロトスはエ、え、離婚山で共に暮らした、ムーサたちの、彼の弓の技量を空で検証してほしいとの、願いによって、ゼウスに頼んで正座にされたという。 ありがとうございます。